鶴橋駅から徒歩15分、およそ500メートル続く商店街、大阪コリアタウン。年間200万人の観光客が訪れるという大人気エリアで、韓国に行ったことのある私もワクワクが止まらない。グルメ、ファッション、コスメまで何でも揃う商店街です。私がお邪魔していたのはコリアンタウンのキムチで有名な新美食品です。キムチすごい量ですね。そうです、頑張ります。いろんな種類ありますね、はい、種類は100種類以上になってます。100種類試食いかがでしょうか。いいですか、はい、じゃあちょっと、はい、このトマトのキムチ私ちょっと初めて見るんで、はい、いただきます。トマトキムチだって。うん、そうです。皆さんびっくりします。普通で食べるよりトマトが甘く感じます。新感覚ですね、これまた。冷たいね。そして新名所を教えてくれました。新味食品さんの目の前にあるコリアンタウンプラザです。こういう感じです。よろしくお願いします、はい、ここに来ていただいたら本当に韓国に来ていただいたような気分を味わえますので、うん、ゆっくり楽しんでいただけたらと思います。いろんな楽しそうなとこが集まってるってことですけど。そうです、まずはじゃあどちらから紹介していただきますか。そうです、ね、あの日本初上陸になります、はい、揚げホットくんになります。お、日本初上陸。ホットクとは韓国発祥の焼き餅のようなスイーツなんですが、こちらの揚げホットクが今大人気なんです。ホットクはあるけど揚げ、ね、焼いてるホットクも美味しいけど揚げたらそれは美味しそうですよね、うん、どんな感じなの。食べられたことあるんですか。あります。でも揚げてのどんな感じなんだろうと思って、私も食べてめっちゃ美味しいってなって。こちらの揚げホットクは全6種類。基本となるのがこちら、ノーマルなスマイルホットクで、中には黒蜜、ナッツ、シナモンを混ぜたオリジナルのあんが入っています。それをいろいろアレンジしているのですが、人気ナンバーワンは、韓国で人気のおすすめって書いてるんですけど、はい、プリングルホットクって言って。プリングル、はい、なんか聞きますね。なんか聞きますか。そうですね、チーズの粉を上からまぶしていて、うん、オニオンパウダーも少しかかってて、めちゃくちゃ癖になるお味です。食は初めはスマイルホットクだけやったんですけど、うん、こちらも気になる方がいらっしゃるんで、食したら結構爆売れで。あ、爆売れ。プリングル爆売れ。爆売れ、はい。もちもちっとした生地はトウモロコシを混ぜて旨味を加え、そこに黒蜜、ナッツ、シナモンを混ぜたあんを乗せて包み込んでいきます。それを丸めたところで揚げていくのですが、専用の器具を使ってギュッと押して平べったくしていくんです。全体がきつね色になったら出来上がり。最後にプリングルパウダーをまぶします。試食は後ほど。続いてはですね、こちら側になるんですけども、はい、ひよこキンパって言いまして。ひよこキンパさん、はい、あ、こちらですね。あ、こんにちは、はい、食べやすいようにミニキンパになっていますので。あ、ほんまや、ちょっと小さめの細めのキンパ、はい、だからひよこキンパなんですね。はい、こちらは韓国で大人気のキンパのお店、日本初上陸です。韓国は全部明洞中心に81店舗ぐらいあります。あ、韓国にはもうめちゃくちゃお店があって、はい、それで日本にはもう今回初ということで。そうです。なんかどれも美味しそうですけど、どれが一番人気なんですか。人気はキムチとツナとチーズがやっぱり人気ですね、うん、この辺りですね。ツナマヨとかキムチとかチーズも美味しそう。はい、チーズも人気です。これ入れ物です。はい、そうです。こちらだとキンパだと3個入って、うん、いなりとセットにしていただくと、いなり1つ、キンパ2つ入ります。あ、いなりっていう、いなり寿司もあるんですか。はい、あります。日本のいなり寿司と違う、なんか裏返し、上にいろんなものが乗ってる新しいいなり寿司ですね。なんかスパムスパム。酢やごま油などで味付けしたご飯を海苔にくっつけて、私が選んだキムチとチーズを乗せて、そこにたくあんや人参、錦糸卵などたっぷりの具材を重ねたら、くるくるっと巻いていきます。そしてこちらはスパムいなり寿司。お揚げさんにご飯を詰めてひっくり返したら、なんと炙って焦げ目をつけるのが味のポイント。
やったんや。そしてスパムを乗せれば出来上がり。さあいただきます。試食は美味しそうなキンパと、そしてホットクゲットしました。もう早速中入ってきたらお店もお洋服とか売ってるんですね。そうなんですよ。食べ物からファッションからいろんなもの入ってるんですね。はい、ちょっとこちらのスペースでちょっとじゃまずキンパからじゃーん。うわー美味しそう。チーズキンパいただきます。美味しいですか。おいしい。ありがとうございます、はい、チーズとこのキンパの中のお漬物とかこの具材がめちゃくちゃ合うし、何より食べやすい。韓国にお店あるだけあって本格的ですね。そうなんです。キンパ風じゃなくて韓国行った時に食べたやつの味します。あ、そうなんです。うん、で気になるのがこちらなんですよね。合う、揚げの脂身とこのスパムの脂身相性めっちゃいい。これって韓国で流行ってるんですか。全体的にお稲荷さんっていうのも向こうではもう向こうのものと思ってるぐらいの。え、はい、むしろ、はい、韓国のやつ日本もあるんやぐらいの感じなんですね。そうです。新しい波来てますね。そして気になるのがこちら。これも可愛い、なんか雑貨買ったみたいな感じの可愛い袋に入れてくださって、うわー粉だプリングルのいただきます。絶対粉ついてますよね。でももういい。チーズの味もしっかりするんやけど、やっぱ中の黒蜜がしっかり甘いからちょうどいい甘じょっぱさ。ホットクもねやっぱ揚げてるから周りがサクサクで中もちもちでめちゃくちゃ食感もいいし、こんなん一回知ったらもう罪ですね。そうですね、あのリピーターの方もやっぱりたくさん来ていただいてますので。そうやと思う、これ、はい、なんかちょっと悪魔的な味する。沼ってもう一つご紹介します。こちらも人気のオレオホットク。オレオの粉まみれでお口の周りが真っ黒になるんだそう。ぜひお試しを。続いては値段に注目。アクセサリーミョンドン、値札とは関係なくシールの色で値段を分けていてほぼ半額以下になっているんです。それも韓国から大量に直輸入しているからなのだそうです。安っ。定価で見たらやっぱり1000円とかになるんだ。300円とかになるんで、後ろにこのバーコードのとこに1400円って書いてるけど、はい、でもシールは赤やから500円。嬉しい。他に天然パールの商品も激安、大量買いするお客さんもいらっしゃるそうです。続いて2階へ。階段を上がった正面には猫カフェが。猫カフェ、はい、韓国関係あるんですか。ね、実はここに来ている猫たちは、うん、韓国からやってきた猫なんです。はい、なんでなんですかそれ。イギリスの猫種なんですけども、うん、韓国で育った猫たちがこっちへ来るっていうような。あ、じゃあちょっと珍しい猫ちゃんがいるってことですか。はい、イギリス種。珍しい猫とこの広いスペースが自慢のコネカフェです。この子もなんかまたね、耳の形が変わってる。その猫の種類がデモネックスって言いましてイギリスの猫なんですけど、韓国で生まれたり育った猫たちがこちらへ来てるっていう形なんです。あ、そうなんや。ちょっと待って、もう幸せ。そのお隣にあるのが韓国から直輸入の雑貨が並ぶリトルミョンドン。ミョンドンってあの有名な観光地の。はい、そうなんですよ。ミョンドンの街を圧縮したような形でこちらの方に再現できたらということで、下のアクセサリーと含めてこっちの雑貨店も経営させてもらって。嬉しい。ミョンドンってね、いろんな可愛い雑貨とかいっぱいトレンドのものとかが集まってる場所ですけど、それがここにギュッとなってると、はい、なんかここのゾーンは何ですか。いろんなパーツがあってめちゃくちゃ可愛いものいっぱいあるんですけど、これね流行ってるんですけども、このベルトにですねワッペンつけていただいて、でこれを自分のカバンとかお名前これに入れたりとかワッペンつけたりとか、すごい流行ってます。確かにそれを自分でこうカスタムできるってことですか。
私も流行りに乗っからせていただきます。ほんまに選べない、これいろいろありすぎて。あ、わちょっとどうしよう、私ねクマめっちゃ好きやからクマつけようかなと思ったら、クマだけでもクマだけでこんなにある、どうすんのこれ、めちゃめちゃクマあんねんけど。あ、かわいい、え、かわいいですよ。さらにアイロンのスペースもあって、その場で仕上げることができるんです。30秒ぐらい、あ、ついてるついてる、じゃーん、いい感じじゃないですか。我ながら、あ、ちょっとあの相曲がってるけど、これもなんかオリジナルがあってね、カバンにつけよう。最後に3階にあるミュークリニック。美容先進国韓国で誕生した世界的にも有名なアートメイクブランドの日本第1号店。世界最先端のアートメイクがコリアンタウンプラザで体験できるんです。いやー、もうめちゃくちゃ大満足です。もう美味しいもん食べてもよし、お買い物してもよし、まったりした時間過ごしてもよしで、本当にね、心もお腹も満たされてもめちゃくちゃ幸せです。もう皆さんもぜひね、コリアタウン来られた時こちらのビル行ってみてください。